はい、今回もセキュリティ対策に関する、誤解ですねの方を解いていきたいと思います。有益な情報を持っていなくても情報を扱う電子機器が守らなくてはいけない、そんなにリスキーなものならいっそ使わずに会社を運営していこう、かつてどの会社もそうやってやってきたじゃないか、いけるぞ、まあ、いけないですね、これはこれは無理です。少し冷静にちょっと事の重大さを見てみましょう。いざとなったらインターネットを使わなければいいという誤解ですね。仮にインターネットを使わないとしましょう。今まで行っていた取引先とのメールはどうなってしまうのでしょうか。交通状況や事前にチェックしておきたい取引先との情報というのはどのようにチェックするのでしょうか。全て不可能ではないんですが、まあ、インターネットを使って検索するのと、実際に聞き込み調査などをして情報を集めるのでは時間のかかり方に、まあ、天と地の差がありますね。はい、このインターネットっていうのは使うことによって、まあ、時間の効率を上げてくれてるんですね。はい、まあ、そのインターネットを扱うということを諦めるのではなくて適切に安全に扱う手段というのを考えていったらどうでしょうか。はい、今回は以上になります。